Link start!悪いが、一つだけ頼みがある。何かな？簡単に負けるつもりはないが、もし俺が死んだら、しばらくでいい。アスナが自殺できないように計らってほしい。おお、よかろう。キート君、ダメだよ！そんなの、そんなのないよ！ じゃない。単純な殺し合いだ。そうだ。俺はこの男殺す。 Us!
遊ばれてるのか。 ボサッとしてんだ。倒したんだよラスボスを。おめえは勝ったんだよ。 本当にやったのか。 これでクリアなのか。 どうなんだ。 俺は見た。倒したの。 勝っただろこれ。 そうだよ。これで俺たちは解放されるぞ。勝った。勝ったんだよ。終わったんだ。キリト君、よかった。お二人さん、 見つめ合うのはエンディングテーマが流れてからにしてもらえますかね。見せつけんなよな、ご両人。羨ましいな、この。ちゃかさないでよ、みんな。いいさ、見てろよ。俺だってリアルに戻ったら彼女を作って幸せになってやるからな。 ところでキリト、俺たちいつ戻るんだ？現実によ。
ヒースクリフは倒したんだよな。それで終わりじゃねえのか。私もそう言ってたの聞いてたよ。けど何も起こらない。何か嫌な感じがするね。じゃあなんで終わらないんだよ。本当は元に戻る方法なんてないんじゃねえのか。キリト、俺たちはこれからどうすりゃいいんだよ。そんな、私たちはまだ戦わなきゃならないの。おいおい、マジかよ。キルト、先に進む扉が開いたぞ。進むか。キリト君。キリト。この世界は現実のものではない。ソードアートオンライン SAO VRMMORPG と呼ばれるそのゲームはナーブギアのソフトとして2022年に発売された。ナーブギアは脳に直接信号を送ることでプレイヤーの五感すべてにアクセスすることができる新世代のゲームハード。それは完全なる仮想空間の実現。自分自身がゲームの世界へ丸ごと入り込むような体験に多くのゲーマーが魅了された。ナーブギアのキラータイトルとして期待されていた SAO は初回ロットがわずか1万本ということもあり即時完売。正式サービス開始とともにゲームの中に飛び込んだプレイヤーたちはこれから始まる冒険に心を躍らせた。しかしそんな気持ちを一転する出来事が起こる。ゲームを開始してほどなくプレイヤーたちはゲームを終了させるログアウトボタンがメニューから消えていることに気づく。不穏な空気が次第に流れ始めた時、およそ1万人のプレイヤーたちの前に突如巨大な赤いローブのアバターが現れた。そのアバターは自身を茅場明彦と名乗り、この世界をコントロールできる唯一の存在であると言った。アバターが名乗った茅場明彦という男こそこの SAO の開発ディレクターであり、さらにはナーブギアの基礎設計者でもある。茅場はプレイヤーたちに話を続けた。ログアウトのボタンが消えていることは不具合ではなく、このゲーム本来の仕様であるということ。さらにゲーム外部の人間がゲームを停止させたり解除させることもありえないという説明がなされた。つまり全てのプレイヤーはこの SAO という仮想空間から出ることができないということになる。そして茅場からこのゲームの最も重要なルールが告げられる。外部からの強制的なゲーム停止の試み、またはゲーム中にプレイヤーのヒットポイントがゼロになった時、ナーブギアより発せられる高出力マイクロウェーブが脳を焼き、プレイヤーの生命活動を停止させる。
無事にゲームから脱出するには、このゲームをクリアする以外の方法はない。かやばの話に唖然とする者、悲鳴を上げる者、泣き崩れる者。まさに、この SAO というゲームが、デスゲームへと変貌した瞬間だった。デスゲームの攻略。命がけとなるこのゲームの攻略は、攻略組と呼ばれる戦闘経験に長けたプレイヤーたちが行っている。ゲーム開始時にいたおよそ1万人のプレイヤーは、その数を約6000人まで減らし、SAO の舞台であるアインクラッド、その全部で100層あるフロアのうち、第75層までを攻略していた。しかし、第75層の攻略で多くの犠牲が出てしまう。攻略を終えた時、失った犠牲者の数に、生き残ったみんなが絶望した。ただ一人を除いて。ヒースクリフ。最強クラスのプレイヤーギルド、血明騎士団のギルドマスターである。プレイヤー離れした強さを持つその男こそ、SAO という世界を作り、デスゲームを始めた張本人、茅場明彦だった。正体を明かした茅場は、この場で自分に勝つことができれば、全プレイヤーの解放を約束し、決闘を行い、敗れた。ゲームマスターであり、創造主たるヒースクリフ。カヤバーキヒコを打ち破ったのだから、このゲームも終焉を迎えると思われたのだが、未だ目の前に広がる仮想空間の世界、ログアウトされない現状に不安を抱えたまま、次なる層、第76層へ進んでいく。